ネット前世、画面上での見せ方が非常に大事だと思う。特にレース映像について思うところがある。最終バック、まるがまくっていく。このシーン、まくる選手のアップなど画角の切り替えはやめてほしい。隊列全体が映っているのが理想。なぜなら、まくる選手以外も車検に関わっているから。全体とのスピード差、 先行の番手がどれだけ余裕があるかなど。車検を買っているファンが見たい箇所はたくさんある。また、圧勝のゴール前もそう。車検を買っている側からすれば一着は分かったが、問題は二三着。一着をアップにせず、全体を見せてほしい。競輪はギャンブル。自分の車検が当たるかどうかという最高に興奮するシーンだからこそ、映像はシンプルにしてほしい。 ただ、工夫を凝らした映像を否定したいわけではない。迫力や魅力がある画角はビギナーや若者を引きつける。大事なのは住み分けだ。迫力ある映像は車検的に見やすいものとは別に、動画配信サイトでチャンネルを分けて放送するのがいいのではないか。実際にボートレースではレース全体の映像と、水面上から撮った迫力ある映像を分けて放送し好評だ。また、 競馬も機種のヘルメットにつけた映像を動画配信サイトで公開し話題になっている。パリゴリンの自転車競技では、サドルの下につけたカメラからの映像が公開され臨場感があった。競輪でも可能ではないか、別枠でネット配信することで競輪の迫力やスピード感を知ってもらえる。また、手軽にアクセスできるため話題になりやすく、新規ファン獲得にもつながるだろう。 車検的興奮と工夫された臨場感。住み分ければギャンブルとしての高揚感を損なわず、迫力も味わうことができる。今やネットでレースを見るのが主流。場内も大事にしつつ、映像にはコストをかけてでも力を入れるべきではないか。